テルヤ監督は、日本の政治家、弁護士、社会民主党所属の衆議院議員、社会民主党国会対策委員長、沖縄県議会議員、参議院議員、社会民主党副党首などを歴任した。沖縄国際大学名誉教授のテルヤ博之は、本家筋にあたり、親戚である。サイパン島の米軍捕虜収容所で生まれる。父、テルヤ官営は、 沖縄からの出稼ぎ労働者で、当時収容所で、死体片付け人として働いていた。1968年、琉球大学法文学部を卒業。1972年、司法修習を追え弁護士登録。1988年、沖縄県議会議員選挙に無所属で出馬し、当選。2期目の任期途中に辞職し、1995年の、 第17回参議院議員通常選挙に部所属で出馬。保守系無所属の大城誠順を破り、初当選した。2001年の第19回参議院議員通常選挙では、自由民主党の西目淳志郎に敗れ、落選。その後、社会民主党に入党。2003年、第43回衆議院議員総選挙に、沖縄2区から、社民党公認で出馬し、当選。 44.245回の総選挙でも沖縄2区で当選を重ねた。2010年、社民党国会対策委員長に就任。福島みずほ党首の4選後、テルヤの党幹事長への起用が持ち上がったが、テルヤが社民党歴の浅さを理由に辞退している。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、同党からの全立候補者の中で唯一選挙区で当選した。 2013年2月25日に、社民党、共産党、生活の党と無所属の沖縄県選出、出身国会議員5名で、ウリズンの会を立ち上げ、会長に就任した。同年7月21日、第23回参議院議員通常選挙の開票後、山城博次を当選させられなかったことの責任を取り、国対委員長辞任を表明したが、留任した。 同年11月1日、全国代表者会議で国会対策委員長に再任された。2014年の第47回衆議院議員総選挙でも沖縄2区で当選し5選。尾長雄氏沖縄県知事を支持するオール沖縄の統一候補として出馬した。2017年の第48回衆議院議員総選挙でも沖縄2区で当選し6選。2019年9月、 直衆院選に出馬しない意向を示した。2020年1月13日、北中城村長の荒垣国寄り、バトンタッチしたいと表明した。社民党は、2020年11月14日に、東京都内で臨時党大会を開き、立憲民主党への合流を希望する党員、地方組織の離党を容認する議案を賛成多数で、可決し、分裂が確定的となった。 国会議員4人の内合流に反対していたのは、福島水穂党首のみで、テルヤを含む3人の挙手が焦点となっていたが、議案可決後、テルヤは現段階では考えていないと早期の離党を否定。12月4日には、後継候補の荒垣が、社民党に残留する意向を示していることから、テルヤも残留する意向を固めたと報じられた。ありがとうございます。